マリアです。今日は月経館です。月経館です。英語ではラオレオリースですね。月経館っていうのは古代ギリシャの闘技場などで最も名誉ある人が贈られたオリーブの冠ということで、それを転じて名誉ある地位を月経館と言うんですけれども、日本では有名な某メーカーのお酒が月経館という名前で、日本人であればその月経館を聞けばまずそちらの方が頭に出てくるっていうのが現状ではあります。今回は冠ということで、冠感を強調した感じで書いてみました。それではまた、バイバーイ。ここまで動画を見てくださってありがとうございます。この紙からチャンネル登録お願いします。スマートフォンの方は下に説明文に登録のところがあるので、そちらからお願いします。一緒に筆ペン書道を楽しみましょう。それではまた、バイバーイ。